高田忠隆昭和21年10月24日は日本の書家、説問学者、漢学者である。名は忠隆、字は、四神、竹山、三尾学人とこうした。古中編により帝国学新賞を受賞。五帝屋座類の監修者として広く知られる。文久元年現在の東京都新宿区牛込に生まれる。はじめ書家を志し、 明治2年8歳にして、交際谷山の門に入って、書を学び、村田直影、島崎、宵山、上村アシスに漢学などの指導を受け、17歳にして、両国や原堀に、諸塾を開く。明治17年、勝海修の勧めにより内閣印刷局に奉職し、明治、大正、昭和にわたり、紙幣金銀貨交際等の文字を担当する。内閣印刷局漢事主任となり、 内閣印刷局の蔵書を整理し、説文学の研究に励んだ。説文陸書の学を研究し、三代より、旗、菅に至る小文字の読み法及び書写法を読集、後に、説文学の大家となった。明治34年、朝日角あざ館を表した。これは、大正10年、補正され、補正朝日角あざ館36館が刊行された。また、 漢字紹介六巻を表し、古中編寄稿、大正7年完成、大正11年刊行を表すに及んで、大正8年帝国学新賞を受賞。三井財閥、三菱財閥が出資者、政府が発行者となり、皇室へ献上された。国内外の大学や公立図書館、海外は中国をはじめ欧米各国の大学図書館へ寄贈され、 大絶賛を博した。十体の書体を自在に書き分けたという書家としてだけで、なく、漢文、漢詩、南画等を研修し、高い評価を得ていたが、漢字の研究に最も尽力し、学会の巨人と呼ばれ、中国の研究者たちを共嘆させ、後世にも大きな影響を与えた。大東書道院学術顧問、大東文化大学名誉教授。 昭和天皇より、高田忠智河国宝、我が国唯一の説問学者と称された。説問学における東洋のタイトである。昭和21年10月、東京都世田谷区成城の辞邸において没す。未完の後本に、国定尺文発ら、説文講書170巻、断中弁議103巻、説文用義42巻、自学演言25巻などがある。 17歳より86歳の間に著書は300巻に及ぶ。学会の巨人、竹山高田忠近先生1ページ漢字の起源を研究する学問。講演会による出版物、略受歴より出展。ありがとうございます。